感動を迎えるはずのドラクエビルダーズ2ストーリー終盤。最後は復活した破壊神指導、超スーパーカーに乗った主人公が、様々な装備をビルドしながら倒す。そんな最後を迎えるはずでした。ですがよく見てください。HP、0です。どれだけ攻撃しても行動不能にはならず、ビームを打ち続けましたがダメでした。負けイベントとかじゃありません。こちらの HP は0になったら戦いが終わり、超スーパーカーに乗り込むところから再スタート。負けて戦う前に戻っても、セーブをすることができないので、同じ状況になった方がいたらと思ってご報告。破壊天体に来てからセーブしたっけ？もしかしてここに来るところから？いや、あの時セーブした気もする。どこまで戻るのか、恐る恐る再起動しましたが、生身で指導を倒した後でセーブされており、少年が薬草を作る直前に戻りました。ゲーム再起動後は普通に倒せました。同じ症状になった方がいましたら、何度もあいつと話すのも嫌でしょうが、再起動してみてください。